皆様おはようございます。レイチャンネルへようこそ。今日は私と一緒に朝のゆるゆるお目覚め体操ルーティーンをしてみる。長い朝のゆるゆるお目覚め体操ルーティーンをしてみませんか？私も結構まだ寝起きです。それでは早速やってみましょう。まずお布団はもう足でこうしちゃいます。はい、 OK。 これでまずは伸びですね。目覚めの伸び、足はフレックス、フレックスでグー伸びして、どっちでもいいから好きな方に少し曲げて、脇腹も伸ばしてください。その時にね、手とか指とかこうぐるぐるこう回して、自分のペースでやってみましょう。伸び、はい、力を抜いてちょっとダウン。はい、もう一回伸び、今度は足はポイントにしたりして、まあゆっくりやらないと急にやるとつっちゃいますからね。足首回したりしながら伸びをして、脇腹も伸ばしましょう。じゃあちょっと呼吸しましょうかね。朝からいい空気をいっぱい吸いましょう。体に入れましょう。じゃあね、せっかくだから腹式呼吸をね、今日一回吐いちゃって、お腹をぺったんこ。4つぐらいで息を吸って、お腹に入れる意識でお腹をパンパンに膨らませましょう。鼻から吸って、倍の時間をかけて息を口から吐きましょう。鼻から吸って、から吐きましょう。ロングブレスです。長い間をかけて吐きましょう。はい、OK。 じゃあ手をお腹に当てたついでに、お腹をぐるぐる時計回りに回しましょう。朝はね、胃腸も寝てたでしょうから、そんなことないか、ちょっと腸活もしたいので、私はのの字を書いて、回したりしますね。手のここの部分で、ちょっと硬いところなんかもあるので、その辺をちょっとグリグリしながら、ゆっくり回してます。うん、脇のお肉なんかもちょっと持ってきたりして、鼠径部の方にちょっと流すような気持ちで回して、
してます。女子は特にお腹をへこませるのがね、永遠のテーマですからね。お腹が背中とピタッとくっつくような意識でへこませてみたりしながら、また緩めたりしながらお腹をマッサージします。ぐるぐる言ってきましたね、もうね。ちょっと指でね、硬いところをこうくるくるしたりしながらも効果的だと思います。その時も鼻から空気をいっぱい吸いましょう。はあ、少しちょっと休憩。お休みの日だったら眠くなってまた寝ちゃってもいいですよ。まだね、ちょっと空気の通りが悪い。朝はね、鼻がちょっとこう詰まり気味ですよね。だからこう顔の周りも、鼻の特に脇をマッサージしながら、この鼻の横に空間、鼻腔があるんですよね。ここの部分がちょっと詰まってる感じがするので、ここを開けて、まあ演劇的に言ったら声をここで響かせたいので。そしてやっぱり鼻が詰まってると酸素が吸いにくくって、酸素がないってことは頭にかね、快活に回らないので、酸素をたくさん取り入れたいですよね。だから頭のマッサージもしながら、目のところとこの眉毛のところもね、手の硬い部分でねマッサージしたり、こう押して、横のこめかみまで持っていくといいですね。その時に一緒に私は股関節の運動もしちゃいます。股関節をこうゆるゆるに広げて、ちょっと左右のバランスが悪いので横にポン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 やりながら顔のマッサージも一緒にします。股関節は緩めるだけでも随分広がっていきます。この鼻の横のほっぺの部分もツボがいっぱいあるので、下から上に引き上げるように持っていくのが気持ちいいし、顔もちょっと上がっていくんじゃないかと思いますよ。はあ、頭もね、結構な力で指でマッサージします。500円のツボがあって痛いんですけれどもね、これがまた効くんだと思いますよ。あー気持ちいい。酸素があちこちに巡るようにマッサージして、酸素、空気、血液をね通りやすくしてます。首の首の付け根もこう痛いな、この辺り親指でグリグリやってます。首の重さで脱力してるので、やりやすいです。耳も引っ張りましょうかね。耳もたくさんツボがあるのでね、いい感じでなんか血が少しずつ巡ってきたように思います。
はい、ちょっと休憩。さてさて、せっかくだからお腹をね、へこませる体操もしましょうか。このポーズできますか？このあたりは、まあちょっと90度というか、真下にして、お腹と背中をピタッとくっつける感じで、少し力がいりますね。お尻の上の部分がキュッと引き締まって、これヒップアップにも効果があります。お腹は意識的にキュッと下に押さえつけましょう。その時に私はまたちょっと手のひらでお腹のマッサージをします。ああ、ぐる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 言ってますね。腸活大好き起きたらヨーグルト飲みます。はい、ちょっと一回休憩。で、またやりましょうか。お腹と背中をもうあとくっつけちゃうぐらいにちょっと力入れてみましょう。これじゃ効かないわっていう人はね、ルルベアップ、こうするとまたグッと、お尻も引き締まって、ね、気持ちいいです。見えます？グッとね、お腹を潰して、ちょっと私硬いところあるな。おへその周りがちょっと硬いので、揉みほぐしてます。足の付け根の関節をちょっと緩めましょうか。今お尻の筋肉を使ったので、ちょっと抱っこちゃんポーズでお尻も伸ばしつつ、付け根の関節もちょっと柔らかくしつつ、これ背中も伸びるのでね、気持ちいいんですよね。ちょっとゆらゆらしながら、呼吸は忘れずにね。好きな方でいいので、横に膝を倒しましょう。その時上半身は反対側。力を抜くと足と体の重みでぐーっと伸びていきます。この辺りが気持ちよくなってます。
少し楽になってきましたか？私はこの後ね、この前のももの筋肉も伸ばしたいので、足を畳みます。その時に足の裏のマッサージも一緒にやっちゃいましょう。指を広げたり、ちょっと冷たかったらちょっとこすってあげたり、かかとも硬くなってたらよく左右から揉んであげましょう。はい、反対側もよいしょ。私はね、ちょっとこのももがね、柔らかいので、ちょっとこれもやっちゃうのね。これはね、無理しないでください。人それぞれね、硬さがあるし、膝が痛い人もいらっしゃると思うので、これは、ちょっと私は特別に柔らかいと思います。気持ちがいい。このね、鼠径部のところにもね、リンパとかね、いろいろ入ってますから、この辺りもマッサージしながら伸ばしてます。片足ずつの人はこの辺りもこうやってね、いろんな方向を向いてここが伸びてる感覚を味わってください。やっぱり最初のうちはね、どこを伸ばしてるか意識して、そのあたりをちょっとこう指で触ってマッサージしてみるのも効果的だと思います。腰が今逆側に反ったので、もう一回これをで反対側に伸ばして、あー気持ちいい。これぐらいで絵を切れるんではないでしょうか。今日やったコツはね、ベッドの中で頭を全然一回も上げずにできるストレッチなんですね。頭を上げるとまたそれはそれで活動的になるので、違うストレッチができるかと思います。今日はゆるゆる、あれ朝のゆるゆる体操ルーティーンでした。横になって最後はちょっとこの丸みを楽しんでから、手をついて頭は最後にして、ゆっくり起き上がっていきましょう。はあ、これで目覚めたと思います。いいのかな、こんなんで。ああ、さあさあ、いい空気が吸えるようになってきました。さっぱり目も開いてきた。
オッケー。じゃあ今日も君をじゃあ今日も気持ちよく過ごしてね。またねー。